皆さんこんにちは、吉田おさしです。現在ですね、とある、宝島に今向かっている空港のですね場所にいますが、はい、今回もですね非常にどんどん新しいですね、宝島もいっぱい見つかっておりますし、どんどんお宝もザクザクとあります。今回ですねスリランカからの帰りでこちらに寄ってきました。そして今からですねまた仲間と一緒にですね宝島に行ったりしますので、よろしくお願いします。はい、こんにちは、吉田おさしです。現在ですね今宝島の方に、向かっております。はい、今回もお宝ザクザクで、行ってきます。はい、こんな感じです。新三个门框啊，听到没？那新容器婆呀。着物バッグいっぱいありますね、アクセサリーから。ここはですね、牛革のバッグが、主に置いてある場所ですね。ヤフオクとかで結構で売ってるようなものがいっぱい並んでます。这都是皮革的吗？皮的。真皮？对。你这里都是真皮的吗？啊。はい、こんにちは、吉田おさしです。現在ですね、宝島に行ってきました。すごいですね、お宝のザクザクの状態でした。今回ですね、大事なのがやはりその値段の安さ、そして質の良さが一番重要だと思います。今からですね、どんどんビジネスをしていくためには本当に利益が取れるような商品をしっかりと見てほしいと思います。で、しっかりと売れるものをしっかりと仕入れてほしいし、やっぱり売れないものは売れないんですね。そういったことを気にしながらどんどんビジネスをやっていくと、どのような人がビジネスで成功してて、ビジネスでうまくいってない人は何をしてないのかとかいうのが分かってきます。一つ一つですね、噛み砕いていくとですね、やはりですね、TTP と言われて徹底的にパクっていけば、やっぱり同じような結果が出ます。今ではですね、会員さんとかが本当にそのもう成功している例の人たちは本当にもう地球を一周回ったりとかですね、自由にのほほんと生活したりとか、家族とウキウキしながら生活してみたりとか、日本中海外と旅を出たりとかですね、本当に多くの人たちがそういう結果になっております。この違いをもたらす違いは何かというと、やはりその正直に素直にそのやり方をやってるかやってないかなんですね。このやり方をやってしまえばやはりうまくいってしまうんですけど、やはりできない人は何かしらとプライドがあったりとか、違うことをやってみたりとか、また違う作業をやってみたりとか、よその何か誰かがやってるのが気になったりとかっていうのがやっぱりうまくいかない理由一つだと思います。今回もですね、やはりその海外スリランカから今この国に入ってますが、やはり市場のバカでかい、もう本当にバブリーな感じですね。どんどんですね、皆さんと一緒に成功を味わいながら、海外を旅していきたいと思いますので、また動画アップしていきます。それでは、今日も、最高の一日を送っていきましょう。吉田おさしでした。